皆さんどうもこんばんみ、ご無沙汰しております、ジュレ西山でございます。こんばんみ、なんか1年ぶりぐらい久々に登場。私いつお話をみんなにしたかしらっていうぐらいもう遠い昔な気がしますけれどもジュレ西山と申します。よろしくどうぞ。あのジュレ西山、以前はですねジュレ西山のワンポイントレッスンということで、はいはい、あの役に立つ発声とかね、はい、その芝居をやりたい人向けのことをやっていくわって言ったんだけど、はい、限界があるすぐ気がついた。ラジオではね、ラジオではね、私が皆様にお伝えしたいこと伝えられない、いつかね、その、DVD にそっちでいきましょうそっちで行きたいと思いますので、もう一挙に路線を変更します。はい、まああの特番組でね、はい、やっていきたいと思います。和気あいあいと、ね、そうそうそう、はい、それで何にしようかしらと思った時に、うん、そういえばパンジャーボンバーズ内でも結構、うん、まあ、常にしょっちゅう一緒にいてね、うん、いろんな話をしてますけど、うん、バカ話しかしてなくて、うん、それぞれが何をやってきたとかね、そういう細かいことを実はまだ聞いたことがないことっていっぱいあるなと思ったんですよ、ふと思ったの。だからそれを私が皆様に質問形式でね、はい、Q&A で答えていってもらって、パンジャーボンバーズのメンバーを丸裸にしちゃうっていう、そういうコーナーでやっていきたいと思うわけ。ちょっと怖いね。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。はい、じゃあ早速、はい、今日聞きたいのは、3つ、はい、クエスチョン3つ、はい、まずクエスチョン1、小さい頃、なんか習ってたでしょ、これお稽古ごと、それをまず聞きたいと思います。さあ、はい、誰が一番少なそうなの。ちなみに私はね超少なかった。私がちっちゃい頃習ってたのは、まずほんと5歳ぐらいから体操教室、なんか逆上がりが超得意だったらしくて、あ、この子は体操いけるって。でも後々母に聞いたら自分で入りたいって言ったらしくって、体操教室をもうあっという間、もう本当に4歳5歳ぐらいから始めて本格的に小学6年生までやってました。すごい長いんだ。長くやってました。で、あとはソロバン教室、ソロバンは小3の頃にね、もう半年ぐらいで本当嫌になっちゃった行きたくないよっつって、もうずる休みとか初めてするぐらいダメだったあとは小6の時にちょっとやっといた方がいいんじゃないって、英会話、たまたま勧誘が来たもんだからやってみるっていう派なんだ。まあ、それもでももう中1になってやめたぐらい相変わらず喋れないまんまになっちゃったそれぐらい。もう2つ、安倍ちゃんじゃあ何やってましょうか。僕はピアノと、ピアノ、本当に幼稚園の頃から、ね、あの幼稚園の先生が弾いているのを弾けるような子だったので、あーすごいすごい、だからあの何あの学んでない時から弾けたの。そうそうそう、すごい天才天才、やりたいと思って言って、でピアノ習いたいって言って、ピアノもなかったんだけどオルガンしかなかったんで、それで弾いてたんだけど、幼稚園ごっこみたいな、周りの子供集めて僕がピアノ弾くみたいな、でみんなが歌ってる、やりたくて、でピアノの習いに行ったと、あとクモン、クモン、クモン式です。クモンやったの。クモンやってた。だからね、計算は得意だったんです、なるほど。その2つしかやってない。マッキーは、マッキー意外とたくさんあって、ほう、オルガン教室に最初行き始めた。オルガン、でオルガンをちょっとやってやめてピアノ教室に変わった。ピアノで、りょうさんと同じソロバンをちょこっとだけやってすぐやめた。やっぱりそういうもん。ソロバン難しい、ね、ボーリング教室。ボーリング、うん、工業的な方で、学習塾はまあ仕方なく行ってたけど、あと中学校に上がってからテニスも習ってた。お嬢だね。お嬢なんですよ。マッキーお嬢なんです。テニス意外と長く2年ちょっとぐらいやってたかな。へえ。すごいスポーツやな。すごいすごい。でもお友達の別荘に行ったりするとテニスコートがあるから、そこでさせられるっていう、ね。お嬢だね。お嬢なんです。マッキーお嬢なの。お嬢だった。お嬢夫人だ。そんなことです。それぐらい。そのも、意外なことやってると。しんちゃんも。僕はもうあの何の面白みもない習字とそろばんという、はいはい、代表的な、代表的な、代表的なお年頃、そうです、
みんなやってたよね、習字とソロ版ね、うん、習字はもうほんと小学校時代ずっとやってて、おソロ版は途中で、あの本当にりょうさんと同じくサボっとってソロ版行ってきたよって言いながら帰りに実はあの小学校の図書室で本読んだそしたらこう出席のスタンプが押されてないことを気づかれて、見つかっちゃった、見つかっちゃって、こんなにやったらやめなさいって言われて、やめていいんだったらやめていいんだって思ってやめたのね、うん、やめたらいかんって言われるかと思って隠しとったのに、やめていいなら最初からやめればよかったと思ってやめたそう、ソロ版はね、かる、うん、なるほどね、そうです、大輝さんはいや、ソロ版はやったな、やらったね、ソロ版長く続いた、そういう時期やね、全然みんなさ、うん、だってシャーってやって願いましてはっていうのが楽しかっただけで、あとはもうどうでもよくて、音が気持ちいいよね、そうそうそう、でもその後やっぱクモンやって、クモン、だから暗算はやっぱ得意やね、今何、うん、でまあ一番長いっていうか、まあこれはやらされた日本憲法がね、あーそうか、おっちゃんが先生やったから、おっちゃんが、おじさん、どのおっちゃん、親戚のおっちゃんが先生やったから、もういやいや連れて行かれてね、へえ、習い事その3つぐらいかな、うん、ソロ版がね、良くないわけじゃないですよ、皆さん、はい、たまたまこのメンバーは俳優の方に行くタイプはソロ版が全然向かなかったっていう、向かなかった、でもソロ版やってる人もさ、ソロ版なくてもさ、計算してる時にカラでやってるじゃん、ああ、それは浮かぶかもしれないね、全然やるんだね、あれね、やるんだね、あれがかっこいい、手が動いちゃう、そこまで到達できなかったわ、結構盛り上がりますね、ソロ版ネタ3つぐらい質問回らないかもしれない、ね、92つ目でございます、はい、あの小中高あたりだと思いますけど、入っていた部活、はい、クラブ、はいはい、それを聞いてみたい、ちなみに私は、はい、まあ、あの体操教室ずっと習ってたので、もう完璧体操、おで、あと小学校の時はなんか掛け持ちで何個やってもいいみたいな感じだった、掛け持ちね、掛け持ちに関してはその子供くんのから掛け持ち地味だな、掛け持ち、掛け持ちで合唱部で、そこで運命のあの松ヶ崎先輩とね、そうだ、あそうかそうか、お会いして一緒に舞台立ってますので、それでやってって、で中学もそのまま体操で、クラブがなんかあってチアダンスクラブみたいなやつがあったから、それをもうおちゃらけですけどちょこっとやって、で高校に入ってもがっつり演劇部、身長伸びすぎて膝がダメになって体操ができなくなっちゃって、掛け持ちになっちゃったのよそれで演劇部の道っていうで今に至る感じ、なるほどね、うん、身長伸びすぎてよかったね、そうだね、でも体操も無理だったな、ビビリやったからもうバク転とかやっててやだーみたいな、あそうかやだやだって感じがあった、アンベちゃんは、僕は小学校の時は水泳部で、水泳部だったんですよ、うん、でなんか掛け持ちじゃないけど呼ばれて音楽部とか出て弾いてとかっていうのはあったりとかしたけど、基本は水泳部だったんですよね、水泳か、で中学の時にバレーボールをやりたくて、スポーツ系だね、金メダル取るって思ってたで、そこまで本気だった配球だ、配球、そうそうそう、だから本当に最初のあの紹介の時に金メダル取ることが夢です、おー、すげー、新人入ってきたって言って全然だったんだけどね全然だった、年間やって高校はもう全然やらなかった、帰宅部みたいな、あ、ほんと、計算部という部活に入ってたんだけど、あの名前だけは名前だけはね、でもやってなかった、ほんと、もうその時からもうバンドやるみたいな感じだったんで、郊外で、なるほどね、部活じゃなくてね、それぐらいかな、そうかそうか、はい、大輝さんいきますか、あ、いきなりはね、僕はね、中学1年の3ヶ月間だけ1学期間だけテニス、うん、で、あの転校と同時にテニス部がなくて、あ、転校したから、うん、転校したんだ、そうそう、それでその先はなんかやりたいのがなかったからめんどくさくて帰宅部で、うん、ビビって遊んで日本憲法行ってたんだけど、うんで、ここ行ってから柔道部入って、柔道部、へぇ、柔道部、うん、で、あの生徒会役員の体育総務中だったせいもあってやけど、その水泳部作りたいから名前貸してとか言って、ほうほうほう、で、言うて真剣に泳いどったりとかして、で、あとはあのテノールがおれへんから合唱部にちょっと手伝いに来てとか、へぇ、お茶飲めるから美術部入れとかなんかそんな感じでクラブ掛け持ちしとったけど、人気者やったわけですね、そうやな、ええ、それはどうかおいでおいでやっぱり
そんなもん。すごいすごいすごい。だちょっとあの、なんやろ、役に立ってへんけど、ダッシュカッペって呼ばれるんだ時ああ、懐かしい。カッペちゃん。しんちゃんは？僕は、小学校の時は部活というもの自体が学校になくて、中学の時は僕、陸上部でハードルの選手でした。意外だった。実は。意外。そう。いや、陸上部で、昔からその、なんていうのかな、スポーツは、こう、中の上、上の下ら辺によって、うん、そんなやつが、クラスでは足速いけど、陸上部入ると、短距離走の選手になれるほどではなくて、で自分がじゃあ選手としてやれることは何やって、技術力でタイム伸ばせるハードルだったんですよ、うん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 、それでハードルに、で体が柔らかいから怪我しにくいっていうのでハードルをやってました。で高校は、はい、これはもう自分がやりたいやつやろうと思って合唱部、あの写真の子ついこの間復活させた、そう、あんなヤンキーな格好をしてやってたけど、くっそ真剣にやってて、でめちゃめちゃ強豪校で、うち僕3年間あの3年とも県1位。嘘、そうなんだ。あのうちの合唱部へで中部大会も1位か2位なんだけど、中部大会は1位取れなかったんだ。どうしてもね、俺のいた頃長良高校っていう岐阜の女子校が、うん、全国チャンピオンだったの。前その時先生がすごくて勝てないんだよね、どうやっても長良高校に。だから全国大会には行けず中部大会止まりだったんだけど、うん、っていう青春を燃やしてました。コンクールもリーゼントで行くの？そうだからリーゼントで短乱のやつがコンクールで歌っとん。へ何あいつって、誰もが何あいつって。でちゃんと優勝する。そうでちゃんと優勝、かっちょいね。そんで僕の友達はツンツン頭だったりして今日から俺はみたいじゃん。ちょっとそう、そんなんでした。で大学時代が放送文化研究会という、うん、放送部に1年間だけ在籍して、うん、で2年生からは僕はあの学校の外の市民劇団に入ったので、うんうんうん、部活としてはそこまででなったかな。そうか、大学も行ってんだもんな。そうだね。じゃあマッキーです。うちはね、小学校4年生からクラブ活動っていうのが始まってて、うんうん、で毎年なんか入れるんだけれども、うん、4年生でバトン部、バトン、うん、バトントワラーズね、うんうん、で5年生で人形劇クラブ、うん、で6年生でソフトボール部に入ったの、うん、ルール全然知らないけどね、うん、未だに分かんないけど。で中学校入ったら、うん、とりあえず合唱部に入って、うん、で高校でいよいよ来ました、軽音楽部ですよ。軽音楽部、軽音、ここからドラム人生、ドラマーだ、ドラマーだよ。はいはいはい、というこのなんともこうまとまりのないいろいろやっているんですね、流されるままに、はいはい、うん、みんなやっぱちょっと音楽系は触ってるんだね。ああ、そうだね、共通して合唱やって、うん、浅見も当然合唱部、ね、一緒にいたし、どこがって言おう思ったら本は入っとった。さっき言ったでしょ。本当だ、合唱系、ね、あ、うん、なるほどね、それで今があるんですな。一応ね、今小さいお子様を持っているお母様方ね、全然私たちのこういう話何も役に立たないでしょうけれど、うんうんでもアンベちゃんみたいに育てたいわという人はね、クモンに行かせ、ピアノを習わせ、はい、バレーボールをちょっとやらせて、そういうことしたらアンベちゃんになれるかもしれないっていうね。これちょっとクエスチョン3いけんでしょう今日。ちなみにクエスチョン3今日考えていたのは、みんなが今までやったアルバイト、おそれを聞いたことなかったなと思って、それを聞きたいっていうとこから、まあね、役者系ですから、うん、役者はめっちゃある人はあるでしょ、バイトはね、うん、面白いかもしれない、ね、シトウさんと私なんか東京行ってもうアルバイト生活もずっと続けてきたから、ね、もう死ぬほどあるので、また次回のジレニシアまで、はい、ぜひぜひそれを、はいはいはい、あと浅見さんの ね、そんな質問もしてみたいと思いますので、うんねはいはい、ということでお楽しみいただければ幸いでございます。盛り上がりました、盛り上がりますよ。ではまた、バイビー。あ、バイキューじゃないんだ。